どうも、猫アレルギー、わさもんです。よろしくお願いします。今年の目標はチャンネル登録者数年々5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、できる猫は今日も憂鬱。8巻目、できる猫は心配が多いです。もうね、今ね、9巻目が配信されてんだわ。今がね、9月2日の朝6時21分。朝。なのよ。で、もともとね、8巻目がちょっと遅く出てって、それで全部ずれるんかなと思ったら、もう9巻目が出てたわ。土曜だもんな。あ、本来出てんだわ。でもね、投稿自体はどのタイミングでやってんのかな？足やってんじゃねえ、9巻目は。とりあえず、今この動画は8巻目だけ見て投稿しようと思いますんでね。よろしくお願いします。じゃあ、見よっか、早速。見よ、もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。よし、楽しみだね。長かったんだよな。何があったかは知らんけど。まあいいや。楽しみだし。このためだけに俺は仕事を頑張っている。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。かわいい。うん。拾ってください。かわいい。危ねえよ、こんなことしたら。本当に拾っていく人いるよ。このオープニングの入りを聞くためだけに俺は労働をしている。これマジでこれ共感してほしい。本当にこれをね、仕事終わりに見たい。できれば休日の前の日、仕事終わりよ。理想だね。本当は俺それやろうと思ったんだけど、昨日きつすぎて寝てた。夜9時に寝てた。で、夜中の2時半に目が覚めた。不眠症だよ、もう。寝れねえ。でも、出来猫を見ることができる休日を開始したから。今日休みだから、9月2日。最高でしかないんだよな。でもっと言うんだったらね、この動画投稿してる時ね、俺今日9月2日初音ミクのライブ行ってるから、なんだろうね、充実した休日って感じだね。まあ、初音ミクにそんなお熱っていうわけではないんだけども、知っちゃいるからね。でも今からはでき猫の時間だ。できる猫は心配が多い。8巻目本編開始。そら猫もびっくりするわ。かわいい。
怖くね？でけえもん。ぬくぬく。かわいい。オスです。子供生まれたん。そうね、生きてよね。軽々と持ち上げたの。家行っちゃったか。優しい傘、こう知る。優しい。誤解が生じ、おばあちゃん、ありがとうな。ゆきちにはならんかな。どうした？怖いね。怖いよ。主が大変なことになるぞ。どうする？ほ、売ってんだこれ。サイルミスプレー売ってん。
急いでる。猫なんすよ。実は猫なのよ。 PM10時、 心配よね。11時、かわいい電話まで。フライパンってここやね、次回予告であったし。クマ、お、え、そうだ、このシーンだ。強い。かっこいい。かっこいい。強っ。おお、二度と来るか。店員さん、硬直中、借りてきた猫じゃん。継続中。固まっとるやん。怖い。役立たずな猫。
後日。しかし、ただの猫ではない。既得の人間って まあね、ゴミ集積所やべえ人間である。あっぶね。諸悪の根源、諭吉の家。
すげえ、一宿一般からこういう風になったんだな。すげえわ。しかもその格好のまんまかよ。あらららら、いやー無理だ。ああ、モザイク、猫である。嘘、もう次の日から諭吉になってた。ジュール、出会ってしまった。終わったー、終わってしまった。なんで終わるんだろうな。始まったら終わるんだけどさ。いや、いい。でもこれで俺の2連休が始まったんだ。久しぶりの土日の連休だから満喫してやる。すごいがっつりあの出会いを描いとったな。でもなんでサクあんな強い。ゴリゴリのギャップなんやけど。四五出来でしょ？いや、あんな強いでしょ。でも家帰ったらだらしないんだよ。あ、好きー。出来猫だね。もうこの夏は出来猫だよ。もう出来猫しか勝たん。俺しか負けん。無理。良すぎ。好き。語彙力が乏しくなるな。エノコログス。できるね。まだ、だって今から休館で見ることができるんだよ。最高なんだけど。どうしよう。投稿はね、さすがに別日になってっかな。さすがに。うん。だと思うわ。八巻目を多分ね、9月2日に出してて、休館目は9月3日、明日かな。明日出すと思うわ。だけど、八巻目をいつどのタイミングで出しとるかはわからんけど、まあ。昼だか夜だかには出してんじゃない。今見終わってまだ朝の6時46分なんで。で、今から休館目を見ることができるからね。2話連続で見ることができる。休日。最高なんだか。やーば。ゆめちゃんのあれも可愛かったな。ゆめちゃん、ゆめちゃん、夢の方がいいな。可愛いな。どうしよう、困っちゃうな。
キモいおじさんみたいになってる。でも西野さん助けたの、助けようとしてね、まあ諭吉もクマだったけどそら知らん人間が見たらクマよ。夜中にあんなでけえモフモフが出てきたらクマって思うわな。モフモフには見えんか、でも怖いよな。実際わーって出てきたらそらクマっていう。それは知ってる人からしたら猫さんっては呼ぶけど。え、めっちゃ良くなかった、痴漢名。好きなんだけど、どうしよう。好きだ。もうごめん、あの9巻目を見たいから、終わるね。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、Twitter のフォローお待ちしております。概要欄の方にリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、できる猫は今日も憂鬱。8巻目、できる猫は心配が多い。でした。ありがとうございました。ならね。